ウェルター級チャンピオン永瀬輝夫。決して派手ではないが安定したボクシングで力をつけてきたベテランファイター。重量感あふれるパンチはこれまで6割以上の KO 率を誇ってきた。しかしこれまで過去3度日本タイトルに挑戦したが失敗。永瀬は一からの出直しを誓い、デビュー10年目を迎えた今年、引退覚悟でリングに登った。そしてついに執念と意地でラストチャンスをものにした。自分に負けないことですね。いつもそれは毎試合思ってますね。何が何でも勝ちますんで、とにかく防衛して真のチャンピオンになります。いかつい顔立ちに鋭い眼光、逆境に強い男佐々木元基は競泳ジム期待のホース。永瀬に劣らぬパンチ力、逆境大舞台に無類の強さを誇る。去年10月 A 級トーナメントウェルター級優勝、デビュー5年目でタイトル初挑戦のチャンスをつかんだ今ノリに乗っているボクサーである。自分は相手が強ければ強いほど燃えるんで、強いやつとやりたいんで、そいつとそういうに強い人間と真剣勝負をするのがボクシングの一番の自分のやってるモチベーションなんで、すごく楽しみですね。ワクワクしてますね。激しい打撃戦が予想されるこの一戦、キャリアで勝る王者永瀬か、それとも勢いの個性派佐々木か。性格は対照的ですが、ボクシングは似たところもある2人です。右チャンピオン強打のタフガイ、武骨な侍永瀬、そして青コーナーチャレンジャー佐々木は高校の卒業文集に今に見ていろ日本一の男になると書きました。さあ日本ウェルター級タイトルマッチ、今開始のゴングが鳴りました。永瀬は初防衛戦、そして佐々木は初挑戦です。チャンピオン永瀬がえんじのトランクス、黒のトランクスが佐々木です。ファイターの永瀬に対して佐々木がどう対処していくのか。さあお互いに軽く左を伸ばしています。左左と佐々木がちょっと足を使っている感じもありますが、もっとアッパーから左、アッパーから左、佐々木。解説は元世界チャンピオンのお二人です。まずは沼田義明さんです。沼田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。沼田さんは勝負を分けるポイントはどんなところですか。まあそうですね、ファイターのその巨人のファイターの永瀬です。はい、永瀬の前に出て手を出すそのボクシングですからね、強さはないんですけどもね、それなりのその味のあるそのボクシングをしますからね、一方のその佐々木ですけども、いわゆるそのファイターなのかボクサーなのか、こう見てますとその、はい、左から右、はい、まあ、ファイターに近いような印象も見受けられますけども、まあ、ポイントポイントはその、ね、攻撃してくるんじゃないかなということで、ただその前半ね、永瀬としてはですね、その相手のペースに引きずり込まれないそのボクシングをつければですね、優勢な試合を運びすると思います。今のボディから右、今度は左フックを持っていきました永瀬です。ペースを取られたくない永瀬、そしてもう一人解説は大橋秀樹さんです。大橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大橋さんはどんな展開を予想してますか。まあ、そうですね、やはりこう見てましても、お互い似てるタイプで、限りなくねこのファイターに近いタイプですので、もうこれ1ラウンドからもう最後までねこれ激しい打ち合いになると思いますので、まあ、いかにこれ小さいパンチを打てるか、まあ、その辺が勝負の鍵になると思いますよね。大振りじゃなくてやはり小さいパンチしっかり当てた方がということですか。そうですね、今のような大振りだと、はい、そうですね、今の大振りになりますと、そこを突かれて、中から小さいパンチ打った方がこれペース取れますね。はい、左から、逆に小さいパンチは佐々木です。ちょっと今チャンピオンの方が大振りになってますよね。なるほど、まあ、序盤に永瀬がうまくペースを取れればという話も沼津さんからありましたが、左と右の相打ちになりました。大久保さん、はい、チャレンジャーの佐々木サイドですがね、試合前控え室恐ろしいぐらい静かでしてね、スタッフ間ともほとんど会話はなく、その静けさが逆に何か聞き迫るものを感じました。なるほど、まあ、とにかく日本一になる日を待っていた、そのチャンスが今日来たんだというふうに佐々木は話していました。気合入りまくりという、おっと左から右ストレート、はい、まあ、今パンチと永瀬のパンチは当たってないんですけども、はい、ガードの中でした。そうですね、佐々木の方がですね、はい、そのパンチ手数、はい、まあ、どちらかずつそのクリヒットしますからね、まあ、ただ始まったばっかりですから、はい、永瀬はどちらかとそのスローファイターの方ですから、ね、はい、今右当てました。中盤から後半ね、どうまた試合展開していくか、はい、
左のフックの相打ちになりました。今のは大橋さん、かなりお互いに強烈でしたね、はい、今のでも永瀬の方がこう踏み込んだ分有効なパンチでしたね、はい、ただ第1ラウンドですが、永瀬のこうプレッシャーがじわりじわりという感じは見られま す, そうです、ね、手数では佐々木ですがね、まあ、佐々木の方がね、足を使わざるを得ない展開になってます ね, 今ね。なるほど。さあ第1ラウンドからかなりお互いに手を出していいパンチも当たりました。初防衛戦の永瀬、第1ラウンドが終わりました。チャレンジャーの佐々木元希、日本ウェルター級の2位です。ある雑誌の予想で 3.5 対 6.5 と大いに不利と予想されたんで、何このと思ってるという話をしていましたが、 1,2 ラウンド足を使っていい戦いぶりを見せています。これから 第2、まあね、第3ラウンドです、はい、そうですね、佐々木ですね、うまくそのね、あの永瀬のその出花をですね、はい、まあ、捉えてクリンチとさせてますよね、はい、まあ、おそらくね、このままのそのペースでね、まあ、佐々木としては戦う考えでやってると思いますよね、まあ、永瀬としてはそのどうしてもそのジャブですね、はい、このジャブを外してその相手の懐に入って攻撃ですね、はい、をしたいんですけど、まあ、動きがあるし、うまくその距離を取られてますね。そうですね、今のところそうですね、苦戦してますね。なかなかプレッシャーをかけられません。ただ永瀬君ちょっと上の方はちょっとね、空振りがちょっと目立ちますんで、はい、あとこの佐々木君の足を止めるという意味で、はい、もっとあのボディをね攻めたいですよね、うん、ボディから下から攻撃仕掛けた方がいいと思います、ね、はい、今のそれ、あーっと右です、永瀬の右です。佐々木のその前のパンチは当たっていませんでした。アッパーから左、軽いパンチではありますが、ちょんちょんと当てて距離を取ります。佐々木です。大熊さん、はい、その佐々木サイドですがね、距離感がいい、距離感がいいという話です、はい、そして今2つのアドバイスを送ったんですが、1つは左のジャブを休まず出すこと、はい、そして行くときは思い切って踏み込んで入りなさいという指示ですね。なるほど、行くときと、そしてうまく距離を取るときと分けていこうと、まあ、そうですね、こういう左のそのジャブですね、はい、うまくその距離感を取ってると、相手は大足がないし、例えばそのパンチを打っても大胸パンチで見えますからね、はい、顔面左、そのためうまくそのついてね、はい、攻撃を持っていくってことですよね、はい、佐々木君は非常にもスピードがありまして、はい、うまい戦い方しましたね、永瀬これもうこのペース変えるには、はい、これもっとこうプレッシャー強めないとダメですね。そうですね、佐々木の方はこれまだ若いし、はい、もうキャリアもないですから、はい、でもこういう展開になりますとこの佐々木どんどん調子になりますからね、はい、まあ、沼津さんは 1,2 ラウンドで永瀬がうまくペースを取ればうまくいくんじゃないかという話もしてましたけども、永瀬にとっては、まあ、そうですね、そうなりませんでしたからね、今佐々木の方がこのペースをね、掴みつつありますよね、はい、それを変えるには今はカウンターで右を持っていきました永瀬。とにかく29歳、4度目の挑戦のチャンピオンになりました。防衛するまでは王者という気がしないんです。この防衛戦を乗り切ることが永瀬にとってはチャンピオンになった証です。あ、左をもらいます。あの左がね、この試合この左が非常にいいですね、はい、右ストレート、やはり左が当たるから、左を気にしすぎて今みたいに左の右をねもらうんですよね。ですか、なるほど。なんとしても永瀬この足ですね、この足と左を止めたいですね。まあ、そのためにはこのミニクロス、はい、またこのボディーブローですね、はい、その攻撃から仕掛けたいですよね、はい、ですから永瀬としてはそのもう少しね、はい、頭振ってですね、揺さぶってですね、はい、まあ、さっき大橋君が言ったようにそのボディですね、はい、もうボディがその顔面に返す、はい、ちょっと攻撃パターン変えた方がいいかもしれないですね、はい、大きい右ではありますが、かすったかになりました、ね、あのパンチが当たると左が出せなくなりますから、なるほど、あの当たらなくもあの攻撃はあの非常に効果あると思いますね、はい、しかし大きい空を切ります。体勢を崩した後、佐々木がパンチを入れていきます。ここで第3ラウンド終了です。チャンピオン永瀬ちょっと苦しい立ち上がり。初のタイトル挑戦ですが、最初からこう落ち着いて自分の作戦をうまく実行しているという感じの、あ、外して右のストレートが、はい、カウンター気味のストレートですけどね、はい、まあ、ただその動きを主体としたそのボクシングですから、はい、あの重心のかかったねそのパンチを打てないはずですから、倒される心配ないですね、はい、さあチャンピオン永瀬としてはちょっと流れをこの辺りから変えていきたいところです。そうですね、もしくはその頭を揺さぶって揺さぶって相手をその懐に入りたいですね、はい、そうすることによってこの左の速いジャブですね、はい、かわすことができるわけですから、はい、永瀬の良さを出していきたいんですが、入ろうとするとみたいな多彩な左打ってきますよね、はい、左ジャブが当たらなくなると、はい、そのフィントをかけて左アッパーを打ってきたりね、まだ左をずっとこの打っといてこうミニクロスを打ってきたりと、はい、非常にこの頭を使ったボクシングをね佐々木君もしますよね、はい、かなり永瀬を研究してきた感じです。あ、本当に研究してますよね、はい、あの本当あの最初からもっと正面から打ち合いになると思ったんですけど、はい、本当にうまく足を使った器用なボクシングをしてましたね、はい、
まあ、佐々木本人もガンガンという、いい打ち合いになるかもしれませんという話はしてましたが、あっと右です、永瀬の右ですが、その前には佐々木もパンチを入れています。ちょっと佐々木が足が滑ったところがありました。右が入りました。永瀬、さあちょっと永瀬が前に、はい、プレッシャーをプレッシャー強めてきましたね。はい、強めてきました。永瀬が入ってくると今度は右アッパーです。佐々木もともと永瀬ね、そのプレッシャーかけていいと思いますからね、もっと前距離詰めるってことですね。はい、大久保さん、ヨネカガチも同じように言ってますね、やはりですね、苦しいと、相手が打つから攻めに行くそうだけれども、やはり追って追って手数を出すことは、これが大事だと話しています。そうですね、そこが永瀬の良さですからね。そうですね、まあ、それと一つの永瀬ですけど、その頭やはりその切り替えていかないの、いけないのは、その一発パンチを狙わないってことですね。打ち負けしないだけど、その角を打つことですよね。練習ではかなりコンビネーションも見せていたんですが、やはり相手距離があるということでコンビネーションまでいきません。一発のパンチという感じで永瀬が放っていきます。まあ、ですからこのロープコーナーに詰めて、はい、もう逃がさないことですよね、まとめて打った方がいいですよね。そこまで持ってきたいさ、ここ詰めた後、しかし佐々木がうまくこうクリンチに逃れてくるというところもあります。とにかく永瀬がベルトを取ったのが競泳ジムの中野義雄でした。佐々木にとっては先輩になるということですからね、競泳ジムもそのあたりしっかりと永瀬を研究してということもあるかもしれません。さあここから、右、右、佐々木の右です。カウンター、右のカウンターですけど、まあ、ちょっとバランス崩してね、聞いてはいないですよね。聞いてはいないですか。しかしその見栄えという点ではね、良くないですね。あの佐々木の方はいいポイントでした。そうですね。場内が一気に盛り上がった。左フックの打ち合い。さあこれで永瀬もプレッシャーをさらに強めるのか。中に入っていくときにカウンターは気をつけなくてはいけません。やはり不用意にはちょっと入れないですね。そうですね、そういう形になってきますね、ちょっと工夫した方がいいですね。やはりね、左ボディ佐々木です。逆にボディを返した永瀬。第4ラウンド、ここで終了。永瀬苦しい苦しい前半戦です。今年3月19日、チャンピオンの中野義雄に挑んで接近戦を制して3対0の判定勝ちを収めました。永瀬輝夫、念願の日本チャンピオンになりました。これはカウンターで佐々木の右をもらってしまいました。このパンチもやはり永瀬はこのフック気味で、はい、佐々木の方はこうストレートと言ってますから、どうしてもこれストレートの方が早いんですよね、パンチがね。なるほど、ですからそのスピード感の差を縮めるには、このスタミナを奪って佐々木君のスピードを、ね、奪うことなんですね。ですからどんどんもっと永瀬君のプレッシャーをかけて、このまずこの佐々木君のスタミナを奪う戦闘に出た方がいいですね。そうしたいんですが、佐々木がうまく足を使って左を当てて距離を取ります。そこをさらにプレッシャーかけていかなくてはいけません。まあ、ちょっとねその佐々木のその動きにね、惑わされて、まあ、攻撃にはそのワンテープもツーテープも遅れてますからね。そうですね、でその辺ですね、まあ、あのパンチはその空振りしてもいいですから、いやそのショートの連打が欲しいですね、まあ、パンチ当たる当たらない、これ別個として考えてね、いかないとこのままずる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 いっちゃいますからね。ペースを完全に握られてしまう、そうならないうちにちょっと強引でもいいからということなんですが、左非常に、ね、この軽いダメージを与えることはできないんですけど、この左の速いパンチが、ね、佐々木君非常に生きてますよね。生きてますか。このパンチがあるおかげで、はい、この左アッパーとか、右の右とか、この時代にパンチを当てることができてますから、この左が本当に今日はいいですよね。考えてきました。とここはうまく距離を詰めて相手の右を避けました佐々木。さあボディです。単発ではいけません。永瀬連打が欲しい。永瀬は3月にチャンピオンになって半年明けての初防衛戦ということになりました。まあ、永瀬は試合感覚が非常に空く選手ではあるんですが、やはりタイトルを取った後半年空いた、このあたりで気持ちがどうだったのか。ボディ、まあ、その試合感覚が空きますと、実戦とこのスパーリングとは違いますからね。そうでしょうね。まあ、その辺のちょっと、ね、影響もちょっとあるんだと思いますけどね、少しちょっと佐々木君のスピードについていけないという感じになってますね。はい、まあ、右左から右、ストレートが目を捉えた。チャンピオンで右行く、まあ、あと一発狙わないってことですよね、せっかくいいチャンス作ってるんですから。このパンチの後ですね、この後のまとめたパンチ欲しいですね、今のは打った後の佐々木がパンチを入れてきました。右です、ガードの上から。やはりね、あの一発当たりましても、どうしても次あの右流しの右クロスっていうのは、全部研究されてますんで、なかなか当てることがちょっとできないですね。そうなんですよね。
もうしっかり左ガードしましたね。日は足を使います。そして近づいてパンチは当たっていません。アッパーから左、永瀬より先に手を出してきます。先に左を入れてきます。佐々木右はガードしています。永瀬の右しっかりと左のガードを高く上げて、あーとこの右、今でもね、はい、右フックじゃなくて、右ストレートを打てればこれ面白いんですけどね、真ん中を狙えばいいんですけど、はい、全部右フックになっちゃってるんで、はい、全部左をガード上げるだけでパンチを止められちゃってるんですよね。ボディから右です。永瀬もボディを返します。ただこのラウンド永瀬のいいパンチも当たりました。第5ラウンド前半が終了しました。日本ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオン永瀬の初防衛戦です。先ほどの第5ラウンド、いい右が入ってちょっとペースがというところなんですが、その後が続きません。これから後半に入っていきます。永瀬の左まぶたちょっと切れていますが、これはスパーリングで切ってしまいました。このあたりも不安な部分ではあります。さあ後半に入ってきます。佐々木はこのまま足を使っていくのか。まあ、この試合のポイントはですね、佐々木君のこの足ですね、まあ、この足を止めてこの打ち合いに引きずり込めれば、これ永瀬君のペースになりますけど、この足がこれ動いているのはずっとね、ちょっと佐々木君のペースで試合がこの流れでいくような感じですよね。チャンピオンとして流れを変えていきたい永瀬。あ、左を伸ばした後右が飛んできます。あ、右、あ、いい、はい、後ろの強い波です。いいカウンターですけど、このカウンターですよね。まっすぐそのまま、そのね、あの入っていくから、どっちもその左でも右でもパンチをもらうわけですよ、もっとその頭ね、頭を振って振って振って入らなきゃ、もっともっとそのダメージ受けちゃいますよね。じゃあ永瀬、はい、あの右クロスはね、永瀬君が打ちたかったパンチなんですけどね、逆にちょっと不用意に左を出したところに潰されてしまいましたね。そうですね、このパンチはちょっと気をつけた方がいいですね、はい、はい、今の右はガ、ね、はい、ガードの上が逆に永瀬の右もガードしています。佐々木フック系のパンチはお互いにしっかりと読んでいるんですが、ストレートで真ん中にズボッと入ってくるとボディです。逆に永瀬を追っていく。でここでうまく佐々木がクリンチ、永瀬に攻めさせません。ボディ、いいボディ、いいですね。あのボディをもう少しね、低く打ちたいんですよね。くっついてくっついて前へ前へ出ていくのが永瀬のボクシングです。今ちょっとコーナー詰めたところをね、逃さないでボディ打ちたかったんですけども、ちょっとやはりスピードの違いまだありますよね、はい、佐々木がひらっと体をかわしました。左アッパー軽く入りました。佐々木左アッパー、はい、徹底としてその佐々木ですか、まあ、一安定のゾーンのチーム心がいてますからね、なかなかその捉えることはできないと思いますから、ただ少しずつ距離が詰まってくるそうですか、ですからそのパンチですね、あの一発パンチ切ってもやはりその3発2発3発その打ち返し策の記録がなきゃダメですよね、はい、さあ永瀬ガードの上からでもいいからどんどんパンチを打っていきたい。少しずつ距離は詰まってきているように思います。佐々木がなかなか足を使えなくなってきている部分はあるんですが、ちょっと若干佐々木君の方のパンチも大振りになってきましたから、はい、ちょっと今このプレッシャーをね、はい、強く、嫌な気持ちになってるんじゃないですかね、はい、ただ後半に入ってきました。あ、左フック走った感じ、左ボディー、さあ詰めて詰めて、永瀬が行きたい。これが永瀬のボクシング、チャンピオンのボクシング、左フック、永瀬の左フック、もうちょっと完全に永瀬君のペースになってきましたね。そうですね、ペースが変わってきました。もうどん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 追ってですね、はい、上下に打ち明けなくてボクシングしてもらいたいですね、はい、ただ大橋さん、はい、佐々木がちょっと変わったのはこれは何でしょうかね。ちょっとこの、まあ、見てのところ、このちょっと口も開いてきましたし、はい、ちょっとスタミナの方もね、はい、ちょっと消耗したのかもしれませんね。なるほど、やはり前半からかなり足を使って、はい、早い動きで動いてましたから、はい、ちょっとそのプレッシャーとこのスタミナ切れというのも若干ありますよね、はいはい、この辺りでも永瀬がじりっと詰めていきます。それを受ける形になってきました。さあペースが少しずつ変わってきました。この後どうなるんでしょうか。今回のタイトルマッチはチャンピオンの永瀬が佐々木の挑戦状を受けた形です。さあこれは永瀬が詰めていってボディからという攻撃、まあ、こういうですね、はい、あの永瀬の攻めでいいと思うんですよね、パンチ当たら当たらこれまた別個ですから、はい、見た印象もいいですからね、はい、このようなペースでその試合運びしてもらいたいですよね。第7ラウンドに入りました、先ほどねいいラウンドでしたが、はい、永瀬の方はね、このラウンドっていうのはねまた非常に大事なラウンドになりますよね、はい、これ一気にこのペースを取れるか、はい、またこの足を使ってまたペースを取り戻されるか、はい、非常に重要なラウンドですね。永瀬の左が当たります。さあ佐々木のパンチは当たりません。とにかく佐々木は自分のホームページを持っているんですが、そのホームページの日記で永瀬と
やりたい、挑戦させてくれということを書きまして、その噂を聞いた永瀬がじゃあやってやろうということで今回の日本ウェルター級タイトルマッチが決まったと聞いています。奥間さん、はい、チャレンジャーサイドですがね、第5ラウンドまでは全てが完璧と話していたんですが、先ほどのラウンドでややペースを握られて、相手のペースにはまってはいけない、あくまでも左のジャブを使って、はい、自分のリズムを崩すなという指示です。永瀬は左レッパーをもらっても左フックを強引に持っていきました。さあその後から左永瀬カウンター左ボディ、ちょっとね、永瀬このラウンドね、まだあんまりいけてないんですよね。あ、そうですか。まだ逆にこの佐々木君の方がちょっと足と左の打ちで1回やってますから、はい、ちょっとこのペースを奪うまでなってますよね、はい、あ、今の佐々木の左が入りました。大久保さん、はい、対するチャンピオンサイドなんですが、相変わらずとにかく前に出てプレッシャーをかけていけという、はい、あのアドバイスは一貫して変わっていません、はい、でここからはもうチャンスがあれば打っていけ、前に出ていけと、そういう指示も飛んでいます。はい、もう前に出ていくしかない、まあ、それが永瀬のボクシングですから、まあ、そうですね、このボクシングを実践したい、やはりどんどんその前に出てですね、今言ったそのパンチ当たら当たらない、これ別行としてね、はい、いわゆるその手を出していかなきゃ、チャンスはものにできないですから、はい、とにかく序盤戦は佐々木が足を使ってうまくボクシングをしていきました。しかし永瀬のプレッシャーあった右、カウンターで佐々木の右が入りました。佐々木の右が良かったですね。はい、その前に永瀬も右を打っていましたが、左から右ボディ、さあこうやって強引に攻めていきたい永瀬、右当たりません、カラムディですから、これどんどん行きたいんですよね、はい、中盤あたりから永瀬のプレッシャーが強くなって、さあこの第7ラウンドあたりでどちらがペースを握るか、終盤に向かって大橋さんは非常に大切なラウンドだと話していました。ちょっとね、これ永瀬あんまりいけてないんで、ちょっともったいないラウンドになってるところがね、思いますよね。5ラウンド6ラウンドあたりは前に出ていってちょっとペースをつかみかけた永瀬ですが、またこの7ラウンド、この7ラウンドの始めにですね、はい、右当たった、最後は右当たった、佐々木君が左アッパーを3発ぐらいもらったんですよね、そうですね、ちょっとね、それでちょっとまたペースが乱れましたよね。はい、ただ今いい連打が入りました永瀬です。その後も続けていきたい、距離感ね、はい、距離感、佐々木のその距離感、ジャブを、はい、このラウンドは出なくなったですよね。そうですね、逆に言うと永瀬の方がチャンスだと思いますからね、もう永瀬は出ていきたい、ボディから顔面、そして距離を取ります、ここを追っていきたい永瀬、だと右が伸びてきた、今右が怖いですね、はい、永瀬は左です、佐々木はカウンターを狙っています。永瀬ペースをつかみきれません、佐々木もペースをつかみきれません。チャンピオン永瀬の初防衛戦、残すラウンドは3つになりました。予想とは違って打ち合いという形にはなりませんでした。相手佐々木が足を使ってきました。永瀬にとっては一番嫌な展開になったんですが、中盤あたりからプレッシャーをかけて少しずつではあります、流れをつかみつつはあるんですが、さあ残すラウンド3つどうでしょうか。もうスタミナというんですけど、はい、永瀬の方がね、はい、スタミナまだまだ余裕がありますから、はい、逆に佐々木の方がね、ちょっとそのスタミナ切りしたところありますからね、はい、中盤から少し動きが変わってきました。そういうことですね、はい、なんとかこの3ラウンドですね、完全その投打のそのポイントを取っていかなきゃいけないですね、はい、しかしこの左アッパーを回した、いい形で入りますね。永瀬がこの不用意にこれ入りますと、はい、この怖いこのタイミングでパンチ打ってきますからね、はい、ボディの打ち合い、左フック、おっと今のは何でしょうか、フェイントをかけてきましたね、かけました、またちょっとね、佐々木君のこの足とスピードもね、はい、戻ってきたような感じしますよね。そうですね、中盤ちょっと衰えていましたが、また戻ってきましたか、さあただポイントはお互いどう考えているのか、永瀬かなり不利ではあります。ここまで残すラウンド3つしっかり取っていきたい、ちょっとパンチが引っかかったんでしょうか、ね、ボディから頑張れ、はい、佐々木が打ってくると相打ちのパンチでもいいですけど、それ、はい、打たなきゃいけないんですけど、そうですね、見てしまう部分もありますし、はい、手が出ません永瀬、ちょっとあの攻防のね、はい、ボディがちょっと大きいんですよね、はい、もう佐々木がボディ打ってくるところを一緒にね、こう打てるのがいいんですよね、はい、こうやって打ちたいところです、はい、ちょっと完全に防御してから攻撃に入ってますんで、はい、ちょっとの攻防のこの切り替えの速さですね、この辺がちょっと永瀬君ちょっとあの遅い感じしますよね。いい単発ではいけません。奥間さん、はい、チャレンジャーサイドですかね、ポイントでは2ポイントぐらい勝ってるんじゃないかという判断ですね、はい、そして立ち位置、正面に入らず外から外からという指示です。なるほど、足を使ってという形で逃げ切ろうという形かもしれませんね、あの角度変えてその攻撃ね、はい、相手の正面からその攻撃するなということでしょうね、はい、チャンピオンとしては
逃げ切らせてしまってはいけません。あしかしセカンドボディパンチを当てます。長瀬のちょっとね受け身になってしまいますと、はい、どうしてもこれ佐々木君のペースになりますから、はい、自分から仕掛けたいですよね。そうですね、もう残すラウンドは3つしかありません。仕掛けていきたいチャンピオン長瀬、初防衛戦、防衛をしなければチャンピオンじゃない、そう剥がしていました。まだチャンピオンの味を味わう。左アッパーから右です。長瀬は空を切りました。どうしても長瀬さんの右から入ってきますから、はい、パンチ読まれちゃいますよね。そしたら左アッパー、左から入っていかないと、苦しいですよね。ただ先ほどこう左を不用意に出して右をね上から合わせられた部分もありました。左ボディです。長瀬さあここからもっともっと強引に攻めていきたい。右ボディです。ちょっとうまくね外されちゃってましたね。的確には長瀬のパンチは当たっていません。佐々木がうまくうまく長瀬のパンチを外しています。長瀬左、あ逆に左フック、佐々木の左フックが顔面を捉えました。第8ラウンド長瀬また足を使われてピンチです。強い奴と真剣勝負することがボクシングをやっている意味です。今回のタイトルマッチワクワクしますと話していました佐々木です。しっかり作戦通りに動けています。何かで日本一になること、それが目標です。その目標目前、いい形で第8ラウンドまで進めて、これから第9ラウンドです。チャンピオン永瀬強いことは分かっています。でもボクシングは勝ったやつが強いんです。最後に勝つのは自分ですと佐々木は言っていました。もう佐々木君ですね、はい、左アッパーこれねやはり永瀬このガードが非常に高いですから、はい、でも高い分その真ん中が今度開きますから、そこをうまくね、はい、左アッパー狙い撃ちしますよね、ただ永瀬はちょっとこのラウンド強引にでも出てきてますね、まあはい、出なきゃ、はい、本当全然はやはりその押されてると思いますからね、はい、ただその出なきゃいけないですね。ただ入るところでいいパンチをいくつかもらうんですが、その後いいパンチを当てれば取り消しになるわけで、この辺り強引に行きたい。ああ、左先に当たった。長瀬の右です。相打ちの感じでいいんですよね。はい、相手が打ってくると、その打つとね、攻撃が一番いいと理想だと思いますね、この相手には。さあ、このプレッシャーをかけて、いいパンチを当てたいんですが、先に佐々木が当てます。そして足を使います。長瀬としては一番やりにくいタイプです。うまく弱点をね、突かれてますよね、長瀬。その、やはりその、動かれるとどうしてもその手が出ないし、はい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 、追う足もないですからね、そこをうまくですね、佐々木がですね、追い込んでますよね。まあでも佐々木これまでの戦いぶりを見ますと、あのボクサーになったりファイターになったりと、まあ、大橋さん最初の予想ではちょっと打ち合うんじゃないかという話もありましたけど、そうですね、まあ、挑戦者ですから、もっとすごいですと思いましたけど、はいはい、でもこのアウトボクシングは、非常にこれ作戦これズバリ当たってますよね。そういうことになりますね、うまく打って動いてで、ね、これ永瀬の方がこれかなり焦ってますからね、はい、この距離と見、お互い見合う展開になると、はい、左ジャブをちょこちょこ打たれますからね、はい、長瀬はボディです。上にパンチを返してきます佐々木。大熊さん、米川、はい、会長はですねとにかく一貫してプレッシャーをかけろ、はい、そしてもうこの9ラウンド、そして最後のラウンドはとにかくもうどんどん手を出していけと、そのように話しています、はい、長瀬の左、単発でパンチ当たるんですけど、まとめてちょっとパンチ欲しいですね。そうですよね、まとめたパンチっていうのはこの試合一回もないですから、はい、この辺でちょっとねこの見せ場をね作ってもらいたいですね、うん、あの佐々木としてもやはりその長瀬 の右をですね、はい、かなり気にしていますから、はい、やはりその左から入った方がですね、はい、チャンス掴むことができるんですけど、どうしてもその右ね、はい、右に頼りすぎてますから、ちょっとやはりその苦戦してますよね、また右からでしたもんね今もね、ボディを狙いますが当たりません。さあ残りが30秒になろうとしてます、ね、はい、ちょっと目から止血がちょっとしてきましたか、目立って、はい、目立ってますけど、これはまた目に入ってね、もう見にくいんでしょうね、非常に今ねやりづらそうな表情しますよね。スパーリングで作ってしまう、左長瀬の左顎を捉えました、この後なんですよね、はい、あっと左をもらった、佐々木の左顎を捉えました。長瀬スパーリングで切ってしまった左のまぶたの傷から血が出てきました。残すラウンドはこの9ラウンドも時間がなく、またいい右アッパーですね、はい、佐々木のいいパンチが入っています。長瀬苦しい苦しい、ここで第9ラウンド終了です。チャンピオン永瀬残すラウンド一つになりました。日本ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオン永瀬非常に苦しい展開で第10ラウンドを迎えます。チャレンジャーの佐々木、作戦通りに動いていい形でここまで進めました。さあ最後のラウンド10ラウンドです。
もうこのラウンドはですね、永瀬が打ちっぱなしに行くぐらいのね、もうこれ攻撃仕掛けないとダメですね、逆にこれ佐々木君の方は、この足をこれ最後まで止めないことですね、さあお互いに自分のボクシングが最後までできるのかどうか。永瀬は29歳4度目の挑戦で日本タイトルを取りました。そして6月30歳になってやっと30歳にして今ボクシングのスタートラインに立った気がすると話していました。ここで負けたくはありません。一方の佐々木もとにかく日本一になることが価値があることなんです。このチャンス逃したくありませんと話していました。奥間さん、そのチャレンジャーサイドですがここまでの展開は完璧、チャンピオンのパンチが大きくなってきているので自分のパンチは小さく小さくという指示です。一方のチャンピオンサイドなんですが、こちらはポイントを上回っているだろうと向こうは動いているけどこちらはアグレッシブに展開してきた、だからあとは出るだけだ、そんな風に言っていました。この採点ですね、これは難しい採点になるかもしれませんね。ボディと左アッパーの打ち合いになりました。ただその佐々木の方がですね、自分のペースですね、研究してきた通りのそのボクシングをね、展開してますよね。右を軽かった。しかし永瀬も右を当てています。非常にね、佐々木の方がね、これほどこの、目立つ派手なパンチじゃないんですけども、非常にこのコツ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 とね、この小さいパンチをね、うまくヒットしてるんですよね。ここまでの採点がどうにしろとにかくこの10ラウンドどちらもはっきりと取りたいという部分もあるかもしれません。お互いの陣営もこのラウンドは、はっきりと取りたいと思いますよね。特にチャンピオンの永瀬もう打ちまくるしかない、詰めまくるしかない、さあ詰めた後、詰めた後先に佐々木が右、詰めたかったんですけどね、うまくね右のカウンターもらいましたよね。また佐々木が右が当たりました。永瀬はボディー、さあここから佐々木はクリンチ、残り1分に間もなくなります。第10ラウンドチャレンジャーの佐々木初挑戦、チャンピオンの永瀬初防衛戦、ネレパワーこれは勝ちと感じになりました。手数の点でもね、今のところちょっとね、佐々木も押されてますよね。永瀬は右大振りです、当たりません。もう一発狙っている感じか、さあ永瀬右、さあ決めていく、ここから永瀬連打行きたい、佐々木はうまくかわしたい。永瀬君そのペースを掴みきれないんですね、このラウンドもね。やはり上田さん最初に掴みたいと話していましたが、その最初がうまくいかなかった、その辺もあるかもしれませんね。そうですね、前半ですね、ペースを掴み切って今のところですよ、佐々木の方はそのペースを掴んでますよね、そのままの流れてきてますよね。ちょっと佐々木も打ちにいっているか、佐々木はね非常にこの B 賞なんですね、動きがね、スピードが佐々木の方が上回っていた。さあもう残りが5秒を切りました。永瀬行きたい、入りません。佐々木の足を使う、ここで試合終了です。試合は判定にもつれ込みました。日本ウェルター級タイトルマッチどういう結果が出るんでしょうか。採点をお知らせいたします。採点からです。ジャッジ内田97対96、同じくジャッジ戸崎97対96、永瀬取られたっていう、これ採点なんですかね。1人はドローです。そして2人が97対96で1ポイント差、2対0というボールでした。松さんいかがでしょう。そうですね、佐々木ですけども、挑戦者佐々木ですけども、いやそのよくね、永瀬のこと研究してきたと思いますよね。構成団でね、永瀬の方に手は上がったんですけども、よく前進したと思います。大橋さん最初におっしゃってましたけども、佐々木チャレンジャーだからもっと打ってくるんじゃないかという話でしたけども、そのあたりの気持ちもありましたかね。そうですね、でもこのうまくね足を使って永瀬を研究して非常に今日うまいボクシング見せたと思いましたね。結果は負けてしまいましたけども、これもう一度ねこれ対戦したらまたこれねいい試合になると思いますから、もう一回チャンスをね上げたいですよね。負けた佐々木の表情も映りました。そしてチャンピオン永瀬、なんとかなんとか防衛したという感じですが、防衛しないとチャンピオンになった気がしない、防衛してやっとチャンピオンと話してましたんで、やっとチャンピオンの味を味わえるかもしれませんね、大橋さんね。でもね、これ結構自分ではね、これは表情見て分かりますけど、納得はねいけないと思いますよね。そうかもしれませんね。苦しみながら
本当にわずかの差でした。2対0、それも1ポイント差という判定で永瀬輝夫初防衛に成功です。それでは初防衛を果たしました永瀬輝夫選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。苦しい試合になりました。はい、みんなやっぱ慶応勝ちを見に来てるんでちょっと物足りない試合になったんで、次は何とかいい試合をして勝ちますんで、また応援よろしくお願いします。しかしあの死闘を制して、それはそれで皆さんものすごい感動を感じたと思いますけども、はい、今本当初防衛で成功したばっかで本当にホッとします。はい、4度目のタイトルマッチでチャンピオンになりまして、そして初防衛を防衛をしないと本当の意味でのチャンピオンになった気がしないと言っていた今の心境は。やっとなんか本当のチャンピオンになった気がします。で、あまりいい試合できなかったんで次頑張りますんでよろしくお願いします。この次の目標は何でしょう。目標は1試合1試合勝っていくことですね。はい、そして今日駆けつけた皆さんにでは最後に一言お願いします。はい、まだ懲りずに応援来てください。よろしくお願いします。おめでとうございました永瀬選手でした。